皆さんこんにちは、ハウスダストです。サムネとタイトルを見た方はちょっとびっくりしたと思うんですけど、 YouTube 復活、まさか2本目がこんな感じの動画になるなんてと自分でもちょっとびっくりしております。そんな暗い感じで動画を作ろうとかは1ミリも思ってないんですけど、ちょっと私の性格上もしかしたら真面目な動画になってしまうかもなぁと思っているので、そこはご了承ください。そして今日の動画はですね、ちょっと注意喚起というか、みんなに知っておいてもらいたいなぁっていうことを、私の実体験をもとにちょっと喋らせていただこうかなって思っております。でちょっと今回もメモにまとめてきまして、それを見ながら喋らせていただきます。本当に大事な話だからしっかりみんなに伝えたいんだけど、まあみんなラフに聞いてもらえたらまあいいかなって思います。それでは早速本題に入らせていただきます。みんな最近イソトレチノインっていう薬が流行ってるの知ってますか？なんかちょっと聞いたことある人いると思うんですよね。ツイッターとか、X とかでちょっと有名になってたりとか、あと有名なインフルエンサーさんが飲んでるって言ってたりとかして、なんかこうぼんやり聞いたことある人もいると思うんですけど、その薬ってニキビ治療の最終手段とも言われている薬なんですよ。主に重症ニキビの治療薬として処方されるものです。実は私も去年の10月頃まで服用していました。その時の実体験をもとにちょっとこの動画では少し喋らせてもらおうかなって思っています。まあ私の動画を見てる人はほとんどの人が知ってると思うんですけど、私はもともとめちゃめちゃ肌が荒れやすいんですよ。ちょっと画像とかも出しておくんですけど、本当に10度も10度ぐらいな感じで、今はねもう想像つかないぐらいだいぶ綺麗になっているんですけど、昔はめちゃくちゃニキビができやすい肌でした。まあいろんな過程を経て治っていって、まあそれも動画で出しているんですけど、実は去年の4月か5月あたりからまた一気にニキビができ始めて、顔のこの下の部分がめちゃくちゃニキビまみれになっちゃったんですよ。あーこれまた昔みたいにひどくなるなーって思ってた時に、友達にポテンザいいよって紹介してもらって、なんかめちゃめちゃ聞いたことあるしすごく効果もあるっていうのは、なんかネットの情報とかを見て私も知っていたので、もうすぐさま調べて、とある整形外科さんの方に私はそれを施術しに行ってまいりました。でまあポテンザっていうのも1回で効果が出るものではないから、まあ数回やってみて効果が出たらみんなにおすすめしようかなと思って、特には言ってなかったんですけど、もう2回目行った時にね、その整形外科の先生にこれおすすめだよって言われて紹介されたのがイソトレチノインだったんですよ。でイソトレチノインの効果っていうのが、皮脂腺をね縮小するっていう、ちょっとそれも画像でもしかしたら出してるかもしれないんですけど、まあ分かりやすく言うと皮脂の分泌をもう内側から抑えてニキビそのものができなくするよっていうお薬です。でもうダストさんみたいな人にはもうめちゃくちゃぴったりだよって言われて、ちょっと高いんですよ。1万5000円以上したかな。でまあ採血とかも必要な薬で、私もその時採血してもらって、でまあ異常なかったっていうので処方してもらったんですけど、飲み始めて1週間ぐらいは、イソトレチノインのことを知ってる人だったらもうみんな口を揃えて言ってるのを知ってると思うんですけど、唇とか目がめちゃくちゃ乾燥します。で私の場合はもう唇とか目もそうなんですけど、もう肌全体がめっちゃ乾燥して皮むけまでしちゃうみたいな感じになりました。まあ、他にもまあ本当いろんなところが乾燥するから、保湿だったり水分補給がめちゃくちゃ大事になってくる薬なんですけど、まあでもそれ自体はもちろん個人差あると思うんですけど、1ヶ月ぐらいで落ち着いてきて、もうニキビもねみるみる治っていったんですよ。私は大体2週間ぐらいから治り始めたかな。飲み始めはちょっと抗体反応って言って、なんかちょっとニキビが一瞬ひどくなるみたいな時期があるんですけど、それ以降はどんどん治っていって、もうほぼ完治まで行きました。なのでニキビに対する効果はぶっちゃけマジであると思います。すごいなって今でも思う。ただ私これをね飲むのをやめてから気づいたことがあって、でちょっと今となってはめちゃくちゃ怖いんだけど、一歩間違えてたらこの動画自体もしかしたら撮れなかったかもなって思ったことがあったんですよ。そのイソトレチノインっていう薬の副作用、さっき喋った乾燥ももちろんあるんですけど、精神神経系の副作用っていうのもあって、それがうつ、精神病、自傷行為、自殺衝動っていう、その他にも肝臓系の副作用も
たくさんあったんですけど、私はその副作用自分で飲み終わった後に調べて知ることになります。で、これ知ってくれてる人はいると思うんですけど、私双極性障害、みんなが言う躁鬱っていうものを持っていて、治療のために薬も飲んでいる状態です。調べなかった私が悪いっていうのを前提でもちろん聞いてほしいんですけど、その整形外科に行った際も服用している薬のところにその薬の名前は書いていて、その薬って調べたら向精神薬みたいな感じで出てくるんですよ。でも特にそういうこう説明もなく処方してもらった、処方されてしまったので、実はそのイソトレチノインを服用している時に私自殺未遂をね3回ほどしてしまっているんですよ。ただ注意してほしいのが、確実にイソトレチノインのせいで自殺未遂をしたっていうのは絶対に言い切れないっていうこと。絶対にそれだけじゃない。双極性障害っていうのは気持ちの浮き沈みもあるので、本当に真相は実は私でもわからないぐらいなんですけど、本当にたまたまタイミングが重なってしまっただけかもしれないんですけど、それまでやめていた自傷行為とかも実はその期間は再発みたいな感じでしてしまっていました。もちろん自殺未遂のことも自傷行為のこともこの動画を作ろうって思うまではもう絶対に隠そうって思っていたし、まさか動画で言うことになるとは思ってもいなかったんですけど、その精神的副作用を知ったのが実は最近で、飲むのをやめてからもう半年以上が経っているんですけど、ちょっと最近その薬が流行っているぞみたいなのをねちょっと小耳に挟んだので、ちょっとこの動画でカミングアウト的な感じで言わせていただきました。でも本当に何度も言うんですけど、イソトレチノインのせいだけでは絶対ないと、もう言えます、心に誓って。で、これを聞くとその整形外科の先生が悪いって思う人いると思うんですけど、なんか私はねそんなに悪いとは実は思っていなくて、悪くないと思う理由も後々話すんですけど、そういう心の病を持っている私たちは本当サプリ一つ薬一つでも事前に確認が必要だなって結構強く思ったんですよ。ただ心の病を持っている人に限らずだなとも思って、もうたくさんの人にこれどうにか発信できないかなと思ってこの動画を作っているんですけど、ぜひみんな薬をもらう際はもう自分で調べるか聞くかっていうのをしてほしいなって思っています。で、この動画これで終わりではなくて、さっき言ってたなんで私がその整形外科の先生を悪くないって思うのかについてちょっと喋っていくんですけど、1ミリも悪くないのかって言われたらちょっと思うところはあるし、言いたいことももちろんあります。その薬の欄に向精神薬の薬の名前も書いていたし、でもそのカウンセリングの時点でそのことを言わなかった私にも非があるなとか、正直向こうが全部悪いって言ったらそうじゃないなとも思うし、かといって私が全部悪いって言ったらそうじゃないなとも思うなって思っているんですけど、私がそのイソトレチノインの副作用を知ってからだいぶ時間が空いた後にはなっちゃったんですけど、心療内科の先生にちょっと相談したことがあって、いろいろ経緯話して、実はこういう副作用があるみたいなんですけどどうしたらいいですかねみたいな感じで聞いたら、それは僕たちでは判断できない、その病院の先生と相談してくださいってはっきり言われたんですよ。これを聞くとなんだかちょっと冷たいように感じるかもしれないんですけど、その先生はめっちゃいい先生で私本当大好きなんであれなんですけど、私はその時そりゃそうだなって思ったのね。処方したのはその心療内科の先生ではないし、この先私がやることって事情を整形外科の先生に話して、でその先生と結論を出すことになると思ってて、もちろん先生によって言うことは異なると思うんですよ。それは絶対ダメだって言う先生もいるだろうし、私の先生みたいに向こうの先生と相談してくださいっていう先生もいると思うし、本当いろいろだと思うんですけど、でも結果自分の身を守れるのは自分しかいないなって気づいたんですよ。この動画を見て感じることって本当人それぞれだと思っていて、もうすでに服用していてその副作用に心当たりがある、だから次ちょっと相談してみようって思う人、逆にニキビを治すってことに関しては本当に私効果あったから良かったなって
思うんですよ。だからそれを聞いて自分はニキビがひどいから、その相談も含め、副作用の相談も含め、先生にちょっと相談してみたいなって思う人もいるだろうし、イソトレチノインだけじゃなくて今飲んでる薬大丈夫かなって思って調べる人もいるだろうし、今度から薬もらうときは自分で聞いてみようとか調べてみようとか思う人もいると思ってて、なんか感じ方人それぞれだと思うんですけど、今見てくれてるみんなは一人一人多分感じるものがあるんじゃないかなって思います。逆にだいぶ少ないとは思うんですけど、処方する側の人ももしかしたら見てくれてるんじゃないかなと思ってて、ぜひぜひその処方する側、先生の皆さんはちょっとイソトレチノインを処方する際はその副作用について触れていただけるとすごくすごく助かります。もう副作用に関しては喋ることによるデメリットってそんなにないと思うので、ぜひぜひその協力もしてもらえると嬉しいです。処方する側、処方される側、両方気をつけることによって私みたいな人が少しでも減ることを祈っております。で、これはちょっと余談なんですけど、ごめんなさい、私以前動画でほくろについて良くなかった動画を出してしまったことがあるので、どの口が言ってんだって思う人がいるのもちょっと考えていて、その当時不快な思い、嫌な思いをさせてしまった方々、本当に申し訳ございませんでした。あと一番大事なことを言い忘れていたんですけど、この動画は特定の誰かを攻撃するために載せた動画では全くありません。イソトレチノインをいいよって紹介しているインフルエンサーさんはこの副作用を知らない可能性があるからです。調べろよって思う人もいるかもしれないけど、ほとんどの人がお医者さんから副作用についての説明がなかったら紹介しちゃうのって、私は結構自然なことだと思っていて、紹介しているインフルエンサーさんに罪はないと思っています。なので私のコメント欄にも、イソトレチノインを紹介しているインフルエンサーさんのコメント欄にも、特定の人を攻撃するようなコメントは控えていただけると幸いです。みんな綺麗になりたいっていう気持ちは変わらないと思うので、そこはご理解いただけたらなって思います。やっぱり真面目な動画になってしまったんですけど、イソトレチノインがダメだとかそういうことではなくて、みんな気をつけていこうねっていう、そういう感じの緩い動画ではないんですけど、次の動画からはもう普通に楽しく動画投稿していきますので、今後もハウスダストのことをよろしくお願いいたします。最後までご視聴ありがとうございました。じゃあねー。